選手の皆さんお帰りなさい、皆さんの長い、そして、苦しい練習や努力を重ねられた、その努力を重ねられた上においてのヒノキ舞台において、決して最後まで諦めない皆さんのそのひたむきな姿、チャレンジ精神に私たちは本当に感動しました。子どもたちは皆さんの活躍に自分の姿を重ねて夢や希望を持ったことと思います。そしていよいよ4年後は私たちが世界にこの感動を提供する番になります。リオにおいてブラジルの皆さんが日本選手団を温かく迎えていただいたように、私たちも世界中のアスリート、そして人々を温かくおもてなしの心を持ってお迎えをしたいと思います。アスリートの皆さんが最高のコンディションで臨むことができるように、そういう環境を作っていくために政府としても全力を挙げていく考えであります。日本から温かい声援、本当に嬉しかったです。力になって勇気になって最高のパフォーマンスができました。これからも卓球そしてスポーツを応援していただけると僕らは力になるので、ぜひお願いします。